ナンバーホール269ヤードのパー4になります。コース見るとちょっとドッグレッグになってるんで、前の組の方たちがいるんですけど、まあ、あの辺行けたら多分距離もないんで結構バーディーチャンスになるんじゃないかなと。結構ティーショット大事ですね。こう今のとこ見てるとティーショットが置ければ、純ちゃんもアイアン好きなんでね、狙っていけるんじゃないかなと思います。はい、バンカーで180で来れます。じゃあ、あっち打ってってもいいか。木、右、木と木の間ぐらい、うん、手前の木と、うん、もうちょい待った方がいいですね、はい、待ってから打ちましょう。結構短いなら思ってる、うん、そのまま上行かないからね。私上行くね、はい、ここドーン行く、ドーン、ドーンします、うん、ドゥーン、うん、最近のゴルフの調子はどうなんですか。最近ね、12連続70台出てるんです。すごそれは、ね、プライベートで言うとどっちで、白で待ってる、ね、白もあれば青もある。へえ、そんな感じです。調子いいよ、いきます。よし、すごいっすね。いいじゃない。おお。全然わかんないけど、素晴らしいです。私あのちっちゃい木、ちっちゃい木を狙って。はいちょー。まあリサちゃんボールだな。飛んでしまってるよ。めっちゃ。ベスコジです。どっちもベスコジ。あ、どっちも出てそうだけど。リサちゃんのボールはラフに入ってるので76、私のボールにしました。76がちょっと微妙なんだよな、私に。ピン、ガッツン行こうかな、うん、76で、あ、52で、いいんじゃないですか。うい、おお、大きいね。待て、いや、そのちょっと大きい。ってことは、はい、お願いします。ってことはお願いします。ちょっと待ってよ。じゃあこの距離あんま得意じゃない。え、サンクみたいなの出た。まあ、いっか。あれあれだ、リサちゃんのやつだ。抜けちゃったかもね、これ。落ち。はい。惜しかった。はい。惜しかった、じゅんちゃん。惜しかったね。いやー、あれ真ん中だったかもな。全く違う。キャリーと今のラインってあんま切れない。はい。何？打ち出しちょっとフックが入りつつのサービスですからね。打ち出しが反対に行っちゃった。スライスにしか見えなかったけどね。奥のコブがありましたよ ね、やっぱり今あの2人同じぐらいの距離で下りでしたけど、リサちゃんのパッティングを選んだ理由は、うん、リサちゃんのラインを選んだ理由、なんか簡単なラインだった、どちらかというと、うん、純ちゃんのよりも複雑なコブがなかった。次はちょっと初のパー5になります。はい、はい、
南風です、うん。ラフ入っちゃった。2人とも右サイドを狙ったのかな。そうだね、右目狙って、うんうん、右ラフ、うん、もうちょっとでも戻ってきて欲しかった、うん、気持ち的に。私のにしました。いいんでな。なし。真ん中。5万。こうやってしも打たなくていいよ。いや、多分全然もう打ったところで的な感じだよ、これ。練習でね。いい、OK。これも真ん中。いいよ。うん。ちょっとキック悪いしね。うん。まあ、でもいい感じで打てました。今の純ちゃんのティーショットを選んだのはどうして？なんか、純ちゃんの方がやや平らだった。そうだね、うんうん、私のはなんかちょっと全体的につま先下がりだったかな。打ちやすさをね、うん、打ちやすさ、うん、これしか買わなかった、うんうん、確かに純ちゃんは結構もう消化してますよ。やったホールほど。まだまだ次を取んなきゃいけない。本当にあったのがマジ OB 出した時はマジヤバかった、うん、いやでもね、すごかったの。私がパーンって打つじゃん、うん、まあまあいいショットするんだけど、うん、そんもうすっごい飛ばすの。バケーンって。めっちゃ振ってた時。めっちゃ振ってた時。めっちゃ振ってた時。スウェーの塊みたいな。いやでもすごパワー系の時ね。すごかったの時。大久保心パワー系の時。そう。万振りするの。怖かったよね。だって、ねうん、素振りもさ、ビュンスカビュンスカしてたじゃん、あの時。私ね、もう一回見てほしいです。あの時のマンブリのコホルちゃんの、ね、すっごい振ってんのもうわーみたいな、腕伸びてないみたいな、うん、ちょっとゴム人間状態だよ。ビヨーンみたいな。手で押さえていきます。はい、振り上げ、はい、あ、でもいいかも。いいんじゃない？止まるよ。完璧。やってもうた。うまくったね。下手だなと思って落ち込まないで。下手、ま、ほらエンジンが後半かもしれないから今日は。そうだね、落ち込まないで。そうだね、上げてこ、上げてくよ。上げてくよとか言って。まあ入るっしょ、入るっしょ。見よう、どっから出すけどこの声。うわ、めっちゃ重っ。あ、めっちゃ重かった。でも最後行ったね、うん、今目ギラギラしちゃった。ね。ね。はい、完全にドーンだったもんね。いやー、入ってたよ、あれは。えー、みたいな。すごい急カーブしてたんだけど。瞳孔開いたよね。うん。ガッて。来たっつって。向かってるー。来たよーって感じ。337ヤード、パー4になります。まあ、見ると、まっすぐですね。まっすぐ。
多分これはピンが手前に切ってありそうなので、セカンドショットが結構鍵を握るかなと思います。ちょっと2人パターがねもうちょっと入ってくるとぐんぐんバンバンと調子に乗れるかなと思うので、ここは1個取っときたいですね。3と2で、そうだよ、まだ3と2だからちょうどいいよ、ちょうどいい。いやーちょっとグッてやっちゃったまた。うん、でも力入るね、わかるね、なんか触れそうだし。うん、刺さりました。微妙に難しいとこだったと思うよ、今のライン。難しかったと思う、ね、下が。そうそう、ライン的に。あ、そう、うん、気づいてないですね。あ、そう、スラかな、スラで言うと、強気すぎ。断ち切りを。でもいいかも、じゅんちゃん私のじゃいいかも。そうだね、はい、どういうイメージで、はい、割れましたか。スライスかなって思ってて、じゅんちゃんの打ったのを見て超まっすぐだったから、超まっすぐ強気で打ったら入ったって感じです。うん、完璧だった。完璧でした。完璧なチーム感出てましたね、はい、さあここでちょっと断ち切ったので、はい、よし、2個取りました。はい、イエーイ。あと3つ、あと3つ、あと3つ、ガンガン行きたいと思います。ガンガンね。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。